スノーマン佐久間大介、劇場版、ウマ娘プリティダービー新時代の扉、特集でジャングルポケットアグネスタキオンの魅力に迫る。5月18日、土曜日、スノーマンの佐久間大介がパーソナリティを務めるラジオ番組、スノーマン佐久間大介の待って、無理、しんどい、文化放送、毎週土曜日20時、が放送。5月24日に劇場公開を控える劇場版、ウマ娘プリティダービー新時代の扉、特集として、ジャングルポケット役の藤本ゆりとアグネス・タキオン役の上坂すみれをゲストに迎え、劇場版でメインキャラクターとなるジャングルポケット、アグネス・タキオンの魅力に迫った。佐久間、劇場版がすごく楽しみ。ウマ娘は、サイ・ゲームスが展開するクロスメディアコンテンツ、ウマ娘プリティダービーのこと。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ馬娘たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら、トゥインクルシリーズ、制覇を目指す世界が舞台となり、発表以来ゲームを中心として、アニメや音楽、コミックなど、様々なジャンルで作品展開を行っている。